爽やかな秋晴れの続く今日この頃、お変わりなくお過ごしのことと存じます。今朝庭先の畑に茎ブロッコリーを植えてまいりました。さてあなたならと思いご案内を申し上げます。一長羅をご着衣の上お集まりいただけませんでしょうか。舞台挨拶大会を開催いたします。優勝賞金10万ご用意させていただいております。もちろん参加は自由です。参加の意思をお持ちの方は追って集合日時場所をご案内差し上げます。お返事お待ちしております。実りの秋、皆さんにもいいことがありますように。ジニア捜査官。エネルギッシュですよ。エネルギッシュ。撮影で一緒になった時、ロケバスで帰った時があって、一緒にで、あ、私ここでいいですっつって途中で降りたんですよ。ロケバス運転手さんに言ってで降りたら400m ぐらいダッシュしてんの。うわーっつって、なんで走ってんだっつって、でスタッフの人たちが、え、ナックさん急いでたんですかねみたいな。いやでもこういう人ですって言っといた。金子奈々子です。ローズガーデンの中のナポリのそよ風に出ています。もう止まんないんですよ。止まんない。エネルギーが多分エンジンが2個ぐらいついてるんじゃないかなっていうぐらいのエネルギーがあって、ずっとあのここで撮影した時もずっと喋ってらっしゃる、はい、マシンガントーク半端ないなって思うんで。だけど一個怖いのは、やだ私何しましょう、北朝鮮のアナウンサーやろうかしらって言ってたから、これはあのどん底に全員引きずり落とすんじゃないかなっていう逆の恐ろしさがあります。父親があのカメラが趣味で、あのずっと家族の映像をいっぱい撮ったのがあって、私も生まれた時からずっと映像があるの。8ミリの父親とかそういうのいっぱい撮ってくれてたんで、でまあその影響かな。なんかやっぱりちょっとこう撮られるの好きみたいなのがあるかもしれない。うん、期待してます。なんかチャーミングな笑いを届けてくれるんじゃないかな。だから一応北朝鮮とあと逆立ちできるとか言ってたね。そこだけはちょっと NG ってこれから伝えようかなと思ってます。あっ！くそー。はい、ありがとうございます。ノリキ、ノリキが俺なんつうんだろう、普通にやったらめちゃめちゃ強いと思うけど、こいつ笑かしにかかると思うの。そしたらもう一番最弱だと思う、ここで、この中で。斉藤ノリキ、出た作品はスクープです。なんか欲しがっちゃうのよ。欲しがらなければめちゃめちゃ強い面白い顔してんのに。小さい時の夢はから役者でしたね。物心ついた時だったので、多分10歳、9歳ぐらいだったと思います。夜寝ない子だったので、なんかその時によく映画見せてたらしくて、なんか多分それの影響でずっと映画だったりテレビ見たりするのが好きだったので、で物心ついた時に役者っていう人がそれをやってるっていうのを知って、やってみたいと思ってずっとそういう夢を描いてました。なんだろう、別の企画を一個走らせるとしたら、舞台挨拶でノリキは何回瞬きするか、カチ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 っていうのでやったら、まあ、多分マジ
1000回ぐらいすると思う。まばたきカウンターそうでしょ、そうでしょ、精いっぱい頑張らせてもらいます。よろしくお願いします。みはるちゃんね、彼女の印象はもうとっても真面目、なんて言うんだろう、広島から出てきてちゃんと女優になりたいっていう、なんか結構芯があるなっていう感覚はすごいあるから。今橋みはるです。ナポリのそよ風に出演しています。今回の企画とかはなんなら一番準備していくんじゃないかなっていう、うん、じわじわ分かってきました。あの舞台発でお客さんを楽しませるんですよね。余談でしょ楽しませる感じですかね。心を動かしたら、10万円いただけるっていうことですかね。私の全てを込めたいと思います。すごい、つもりはありますけど、10万円を私がなんて泣いてるのいただいたら、私が10万円をいただいたらホテルローズガーデンに泊まりたいですね。でもその準備が吉と出るか凶と出るかみたいなところを楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますね。現場で見てきたこととかを私らしくちょっと皆様に楽しくお話をできたらなと思っているので、ぜひ楽しんでいただければと思います。頑張ります。